アチッチのアチッチの WSOP メインイベントデイ5です。やばい、今の殺せなかった。えぐい、マジで674万。レイジピザスさー、行こう横澤チャンネル、優勝するしかねえよ。もう行くと行きましょう。ここまで来たら、ここまで来たら、はい、どうも世界の横澤チャンネルをご覧の皆様こんにちは、横澤です。ひろき、そうたです。メイクセンス、あーデイ6、ついにね WSOP メインイベントのデイ6です。すごいことになってしまいました。248人参加の歴史上最大の世界大会、その大会でですね残り140人まで残ってしまいました。これ優勝金額17億円です。かー、現在賞金950万円がすでに確定しておりまして、横澤のチップ量なんと670万点。おめでとう。アベレージが400万点なので、はい、アベレージの 1.5 倍のかなりチップを持った状態でレイシックスをプレイすることができます。全体21位だそうです。おお、このままいけばヒロキの25位を超えることができます。21位なので俺の記録を超えるのは横澤だけだね。いや、そうだね。プレイがここまでとにかくいいんですよ。で、僕ね、デイ1かデイ2の時にね、こんなこと言ったの覚えてるんですけど、はい、人生で一番プレイが良かったトーナメントにしたいって言ったの覚えてますか？言ってた。今んとこなってると思います、すごい。今んとこ人生で一番プレイがいいトーナメントに今なってるんで、運がどうなるかは本当に僕にはね、わかんないんですけど、プレイは一番いいプレイをし続けたいと思っております。そろそろシートの方に着席したいと思います。デイ7、前人未到のデイ8目指して、ガモン。セミフィーチャーテーブルに行きました。やばっ、ヒロキが行ったのと同じ。うわここフィーチャーされるってことですか？フィーチャーテーブルは全ハンドが記録されてて、セミフィーチャーテーブルは大きいポットになった時だけ表示されるらしいです。でもサムネイル俺だった、いいです、ストリーミングの。うそ、これすごい。セミじゃないじゃん、メインや。ポーカー GO のプロデューサーさんに話しかけられて、お前は今日アメリカのスターになるぜって言う。ちなみに今日のタック変動モブで最初から調べてたんですよ、座る前に。はい、激辛です。まあもう頑張るしかないね、ここまで来たら。運で倒そう。いや、もうここからは運が必要だわ、マジで。だからもうバチバチ戦うしかないね。頑張ります。頑張ってください。頑張れー。そう、ここから入れるよ、ほら。すごいところに来た。ちょっと待って、ちょっと俺らもすごいところに来た。なんか緊張する、ここに見るだけ。こんなところから見るときが来るんだ。すごい、あったー。その舞台まで来ちゃう。D6 を通過しよう。マジで絶対通過、絶対通過。応援しましょう。しよう。シャープアップアンドディール。オルヒなんでしないだろ。ドキドキめっちゃ二人とも心臓バクバク。俺も心臓止まるかと思いました。これ、ボーされたら死ぬなって思って。心停止チャンネル。強い相手と戦うときはある程度の気合必要。で、殺されたら。殺されたら筋肉引く。えぐいこと言っちゃう。でもなんか今なら引けそう。引けそう。今なら引けそう。どう汚れて汚れた。毎日のようにインタビューされますね。横澤スターになった。 What is it like to walk in on day 6 of the main event? Of course this is first time, so I'm exciting and a little bit nervous. I'm always shaking when I play a big part. But
I feel like I play good. I mean, it's no more, so I just want to keep this going. What do you think it would mean to Japan if you made the final table of this tournament? Yeah, it's going to be our first ever Japanese poker player on the final table of WSOP main event, so it's going to be maybe a memorial. And this is memorial tournament, right? Like the biggest poker tournament in the history. And I'm the first ever Japanese poker player on the final table main. It's gonna be awesome. Poker boom is coming to Japan, like big, like Chris Moneymaker. We may be rooting for you as well. Thanks, Masato. Appreciate it.暑いぜ。じゃあ頑張ります。次からもうフューチャーテーブルですか。うわさっきちょっと増えて 7.2 ミリオン。なるほど、 7.2 ミリオン。ちょっと今不安なのは俺の手の内がバレることですね。あーなるほど。結構ここまでやんちゃしてたけどバレてなかったんだけど、みんなやっぱ見るから。それどうするの？普通に一番最善のプレーするしかないよね。でもフューチャーテーブル終わった後はもうバレてると思って、プレーを変えていかなきゃいけないんだ。なるほど。でもね、やっぱかっこいいプレーみんなしたがると思う、フィーチャーは。だから多分タフコールめっちゃ増えるし、タフオールインも増えると思うから、配信客ってそういうもんなのよ。うまいって思われたいの、みんな。だから普通にやるみたいなことが大事です。なるほどね。というわけで、いやー、いきます、フィーチャー。めっちゃ楽しみ。こっからかっこいい映像でお届けしますので、お楽しみください。よっしゃ、行ってらっしゃい。行ってこい。 So, kind of shuffle the tables a little bit. Masato Yokosawa nowat our main table, a prolific poker blogger, always a smile on his face, it seems, one of the more entertaining poker players that you will see. And as Yokosawa said, he's hoping toto ignite a boom in Japan. Wow. Let's go, Masato! Yeah! Masato. It's hard to go 4,000, 5,000 miles to another culture to play. But the World Series poker is better than that. I wish I had not heard of it. Why you look at me? I had a good hand.If you fold it, I'm gonna be trouble. All right. お疲れ様です。ブレイク、ちょっと減らしました。6.73 ミリオン。なので、673万点。ハンドあんま入んなかったんだよね。でも、途中ちょっとなんかいい感じのハンドがポンポンポンって入って、まあ、あんまりでかいポットにならなかったけど、一応耐えたって感じですね、この2時間は。なるほど。ということで、残り92人、はい。今、賞金いくら？今は78,900ドル。いやべー。あと3人飛んだら、92,000。92,000、もうじゃあ1,200万。うわ、ちょっとここから秘宝がありまして、はいはいはい、残り100人を切ったということで、はい、なんと撮影が NG になってしまいました。まあしょうがないよね、この金額。全メディア、はい、ポーカーニュースとポーカー GO のみ撮影ができる。なるほど。ロープの外からなら撮っていいってことだったんで、はい、感動はお送りするので、まああと僕フィーチャーテーブルセミフィーチャーに座らせてもらえる確率も高いんで、やっぱり。なるほど、はい、あの言ってくれたポーカー GO のプロデューサーさんが、もう撮れないのかわいそうだから、なるべくあのフィーチャーすごいから、みたいな。だからあのチップ増やして耐えてくれって言われた。頑張ります。はい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ジュンジュンジュン、マサトベイシックスでも、うん、ご飯は食べる。いなぶれ前ですけどね、一人だけだな多分、この緊張感の中でハンバーグを食べてる人は。我慢できないって言ってる。はい、テーブル移動622番。 Hello guys, Masato. Oh, I said it. Can you give me a lot? Your lot? I gave it to someone else already. Sorry. No more? Wow. I'll give you a turnaround. Do it. You should do another interview with Jeff Black. Have you heard of him? Great. Well, huh? I know. You're still here? Yes. Yeah. Oh my. I'm only one. He's the only one. Yes. Breaks the I'm not scared of him. Thank you. Thank you. インタビューがあるみたいですよ。というわけで CBS のインタビューを受けることになりましたので、ちょっと CBS って何ですか？めちゃくちゃ有名なニュース番組。アメリカの？そうです。でなんか撮影禁止らしいんで、ちょっとインタビュー受けてきます。テレビで？はい。すごい。やば。ビロビ。いってらっしゃい。急に遠くなりましたね、横澤さん。なんか
ちょっと寂しいな。寂しいです。ちょっと寂しいな。というわけでディナーブレイクが明けまして、残り人数なんと77人。ラッキーセブン。めっちゃ少ない。77人。賞金が上がりました、ついに。109,400ドル。10万ドル超えました、賞金。あんま気にしてなかったけど、でかいですね。次のプライズアップが71人からで13万ドルになります、次から。なんで気にしてないの？逆に。いや、ちょっとさすがに今気にし始めた。っていうのは、スタックがね、今ね、630万点なんですよ。はい。で、アベレージよりついに下回ってしまったんです。うわー、やばい。ちょっとこの2時間、マジでハンドが全く入んなかった。頼む、ちょっとハンドを上げてくれ。回してください。頼む、マジで。全身全身全身。ハンド入れ。ハンド入れさせてくれ。見てるの怖いです。怖いですね、これ。 J6 が本当に魔境で、 J7 に行くまで俺は変に見届けない方が、なるほど、なんか俺がいることで横さを止めちゃう気がするんだよね、今なんとなく。なるほど。スピリチュアルなことを言って申し訳ないんだけど、なんかね、そう感じる。なんか俺は横さを信じて編集しながら J7 で待ってようかなって思うのよ。動画を待ってるね、視聴者を見ながらめちゃくちゃいるんで、はい、確かにそうですね。それもやんなきゃいけないんで、ちょっと頑張ります。神様、本当にお願い。よし、頑張れ。残ってたもう一人の日本人のプレイヤーが飛んでしまいました。え、俺だけになった。嘘、日本人ラスト。僕の知り合いだったんで。あ、そうなんですか。あ、頑張って、頑張ります。頑張って、グッドラック。なんか力もらった気がする。力もらった。頑張ったかな。になったよって話をしたら、はい、僕の1個右はフランス人最後の1人で、2個右はブラジル人最後の1人だって。マジ？ワールドカップやーっつって。代表が集まってたくなった。いやー、なんか今俺正直、はい、ラスト1人の日本人のプレイヤーの方が飛ぶまでちょっとダメかもなって思ってた、正直。ちょっと弱気になってて、ディナーブレイク中部屋でこうのんびりしながら、はい、なんかもうチップ増えるイメージは明るくなっちゃったなって思って、ダメかもって思ったけど、ラスト日本人1人って思ったら、なんかすごい急に身がキュッて引き締まって、よっしゃ行くぞって感じだった。いや、そうですよ、本当に。バモスバモスバモスジャパン、バモスジャパン。ナイス、マジナイス。1290万ぐらいかな。1290万。いやー、激アツだ激アツだ。いや、でも
というわけで A7 に進出したのは過去ヒロキだけ、2人目が横澤になるっていう。それまであと2時間です。ドキドキしてきた。まずは Day7 スマートファイナル、ギャンポン。ジェフリード、ジェフ、Give me power. Power. Aces vs. Kings. Yes. Do you want anything, bro? Like a water? Yeah, I get free drinks. No. You sure? Any drinks. よっしゃ、ラストワンレベル頑張ります。13です。113。はい。気合いプレイして。なるほど。ジェー。Dude, so exciting. No, so, Masato's the best. He's the best player, yeah. I don't know what to say, but he's gonna be the champ, yeah. Right. That's good. Menacing character.For the just defend, very slippery for Mr. Kimmel. Yeah, sharing that king, by the way. $425. Very nice. Let's go for check. One barrel.Four and a quarter on the flop, and then here on the river. At noon, Sally. Music to Yokosawa's ears. Doesn't change the smile. Yeah, now that's a rail, my friend. Is that? He's recording them recording. Let's go. Let's go. Masato, every page jump, you're winning like a mini tournament. Yes. It's so sick. Yeah, that's true. It's so sick. So now fly is going to be a 188. 188. Wow. Next page jump, what, 229? 229? Yeah. We have one more hand this evening, Ali. Ducks piquing Yokosawa's interest. What just sent Kimmel out? Does come in.
quality. What a way to finish the night for Da Silva. Firstly for Yokosawa. セットオーバーセットからだった。まあ生き残ってるということで、デイセブン進出。しょうがないね。Dude, you guys said over set? Yeah. That's so fucking disgusting. But I'm still in. You're still in. How did I lose? You got plenty, bro. 15 big blind, plenty. That's true. You fucking got the suit. That's true, yeah. 比較点数何点ぐらいだったんですか317万でした。13 BB。くそ、悔しい。なんか、あれこれヒロキさんですか、ヨゴサワさん、はい、お待ちしておりました。はい、どうもお疲れ様です。私、はい、デイセブンのホステージを務めます、はい、ヒロキと申します。あ、どうも、はじめまして、よろしくあれですか、この人なんか知らないキャラクター出てきたんですけど。それでは、我々デイセブンの世界へご案内いたします。どうぞ。なにこれ、なにこれ、新しいパターンだな。はいはい、普通にうまい。特別にリムジンでお出迎え、はい、リムジンじゃないでしょ。こんなタイミングでどこに連れてきますか。新しい世界への扉でございます。メラージ、こちらへどうぞ。あ、はい、どこ連れてかれるんだ俺は。すいません、はい、少し待ってください。はい、インカムついてないよ、ついてないよ、インカムついてないって。よくよく考えたらこの4時間ヒロキいなかったわ。16階でございます。あ、ありがとうございます。すげえ、メラージュなんか久しぶりだな。はい、お疲れですか。お疲れてます。もちろん最後のちょっとセットオーバーセットは悔しかったです。悔しかったです。ただ、うん、横澤さんは Day7 に、はい、おかげさまで通過できましたから、ありがとうございます。横澤様に、はい、ご招待させていただきます。やっば、なにこれ、こんな部屋あるの。横澤さん、こりゃ、はい、デイセブンおめでとう。おめでとう。ありがとう。茶番はさておき、はい、茶番だったんだこれ。ということでですね、はい、デイセブンに、そうですね、到達しました。ついに到達したということで、嬉しい。この3年間日本人の WSOP の参加者って毎年100人近くいて、今年160人でもう過去最高、うん、でデイセブン行ったら俺とヒロキしかいないってヤバくない？そんな確率ある？本当にすごい。俺本当に最後のセットオーバーセットはとんでもおかしくないと思う。確かに止まらなかったのはしがみついた感じするよね。だってチップ増やしてたからじゃん。彼よりもスタックが減ってたら飛んでますからね皆さん。確かにデイセブン行ってないですからね。確かに。ということで、はい、きっとデイセブンに行くであろうと思いましたので、急遽、はい、スペシャルルームを。すげー、泊まっていいですか今日。どうぞ。やったー。見てください、このスイートルーム。このカーテンをぜひ開けていただきたい。オープン。来た。うわ、ラスベガスの全てじゃんこれが。しかも、はい、こちらにおかけください、横澤さん、はい、自分で開けに行くんじゃん。じゃあなんで、じゃあなんでやったのポンポン。すげえタイミング完璧じゃん。ハロー、デイセブン突破、はい、記念、はい、スペシャルディナーでございます。すげえ、すげえ。乾杯しますか、じゃあせっかくだ。すいません、こちらお値段がですね、高いっすごい。ごちそうさまです。なんでだよ。なんで俺のお祝いで俺が払うんだよ。冗談です、ね。あ、冗談、冗談。払わされるのか。さすがにね。嬉しいな、これ。じゃあ、そうだ。嬉しいでしょ。嬉しい、めっちゃ。いきますか。横田さん、デイセブン、おめでとう。なんかパリピみたいな。 WSOP Day 7に乾杯。乾杯だ。乾杯。あ、なんかいいなこれ。あー、うまいわ、めっちゃこのシャンパン。マジでうまい。うん、美味しい。さあ食べますか。最高じゃん。いやー、マジでめでたいな。なんかでも作り話みたいだよね。なんか信じられないね。ね、うわー、うまそう。晩餐や晩餐。いただきます。うん、まっ。いや、明日頑張れそう、これで。マジでよかった。よかった。まあちょっとへこんでる、俺もへこんでるよ、もちろんへこんでるけど、これ生きてるってことは生かしてくれたんよ、神様が。絶対にここから奇跡起こそう。
俺を超えてほしいよ、やっぱり。確かに超えるよ、25よ。超えるなら横澤しかいないよ。日本の皆さんも力をください。祈ってほしい、マジでみんなに。それでは次回 Day7 でお会いしましょう。絶対勝つ。2人とも Day2 で10万点。 Day3 進出、人生初の Day3。 ここまでですね、6日間の激闘を戦い抜き、本当に本当にここまで来てしまったという感じがします。気合い入れて、ヒデコパワーをくれ。はい、キューってサーブやって、なんかあなたはそれに値するって意味なんですよ。今日乗り越えれば史上最高位です。ナイス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 、マジでやばい人、信じてました。行くとかの過去最高にかっこいいから。